吉田さん、懐かしいですね、湯河原の合宿。で、最近セルシオを買ってね、と2つぐらい、嬉しいことがあったんですよ。1つはですね、そのセルシオで、1時間ほど田舎道をぐん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 行ってみたんですよ。で、この道通ったことないなっていう道に気がついてですね、本当に辺鄙なところですよ。もう一っ子一人いないところをぐーっと入っていったんですよ。それこそ車幅とかはギリギリなんで、離合は完全にできないです。でもそんな道なんで、向こうから車が来ること、自転車1個来ること考えられないんで、自信を持ってぐっと進んだんですよね。そうするとポカーンと開けたところに出て、さらに進んでいくとね、黄色いハンカチが紐に連なっていっぱいこう掲げられているところを見たんですよ。で、その近くになんか機関車みたいなのが作られていて、その中にマネキンがいて、ちょっと気持ち悪かったんですけどね。で、その先に犬小屋があって、木で作ったワンちゃんがその中に入っていたみたいなところなんですよね。ちょっとこれね、サムネイルに載っけときましたんで、これのことなのかと思っていただければと思いますけども、いや、これを見た時にね、何を思ったかっていうと、未知の道ね、冗談みたいな言い方ですけども、行ったことのない道って、何が起きるかわからないわけですよね。で、人は不安を感じることもあると思います。でもそこに希望を感じることもあるんですよ。私の場合は何だろうと思って行ってみたんですよね。タカタカタカタと、仮にも日本の田舎道ですから、そんなに恐ろしいねことが起きるとか、なんかね、テロがね、出てきて、ゲリラが出てきて誘拐されるってこともないと思いますし、穴ぼこがボコーンと落ちてね、車ごと落ちるってこともないと思いますんで、行ってみるわけなんですよ。そうするとそういうのが見つかって、やっぱり道って行ってみないとわかんないよねっていうふうに思ったんですよ。それまで何回も何回もその近くは通ったんですけども、これはすごい発見だったなと思って、写真撮って動画撮っちゃったんですよね。それが一つの嬉しいことなんですよ。これをですね、インターネットビジネスに置き換えると、確かに何が起きるかわかんないですよ。何も起きないかもしれないですよ。でも少なくとも何かマイナスあります？みたいなね。この日本で田舎道を行くのも同じように、特にマイナスはないと思うんですよ。インターネットビジネスも何か危ないことあるんですか？何か損害が出るんですか？と思ったら出ないと思うんですよね。だから未知の道っていうのは進むに限るわけなんですよね。危なっかしい、なんか南米の奥地とかの国は、そんなね、知らない道行ったら生きて帰ってこれるかどうかわかんないですよ。襲撃されたとかね、あるかもしれないですけども、少なくとも日本の田舎道でそんなこと起きないですし、同じようにインターネットビジネスね、例えば YouTube をたくさんやったからひどい目に遭いましたってことはないと思うんですよね。だからやらないことがリスクですよね。だってやれば何かが生まれるのに、やらなければ何も生まれない、時間だけが失われていく人生になっちゃうわけですよ。で、嬉しいことはもう一つなんですけども、やっぱりね、情報発信のいいところは、自分の思っても見ないような垣根が取り払われるってことでしょうね。これはね、トランザムの動画を上げた時も感じたんですよ。ナイト2000の動画を上げると、ナイト2000のファンの方とか、ナイト2000のオーナーさんからね、連絡がよく来るようになりました。旧車とか、アメ車とかを持ってる方からも、連絡とか来るようになってね。私は、トランザムとか、アメ車とかっていう世界が広がったんですよ。おそらく R34 でも同じようなことが起きるんじゃないかなと思いますけども、 R34 の動画がね、ほとんど上がらない吉谷さんからすると、なかなかあれですよね。R34 に限ってずっと動画を上げてみたら、それはそれで世界むちゃくちゃ広がるんじゃないかなと思ってね、また吉谷さんに差をつけられるなと思ってね、悔しいんですけども。で、セルシオの動画最近ね、ちょこちょこ上げてるんですよ。ほんとしょうもない動画なんですけども、でもね、やっぱり再生されて見ていただいて、今までとは違ったファンの方が来るんですよね。そしてなんかね、セルシオのファンのクラブがあるみたいですね、今でも。そこにはね、昔からセルシオが大好きで、初期のセルシオとかね、第2代目のセルシオとか、それから私の第3世代の最終型のセルシオとかのファンの方が集まって交流してるらしいんですよ。で、なんとね、一番最初の初期型のセルシオが一番高くなってるらしいですね。不思議なもんですね。どっちかっつうとね、30のセルショーが人気出そうなんですけども、やっぱり希少車なんでしょうね。ということがいろいろあってね、
だからやればこれだけ発見があり、人生の幅が広がり、仲間ができて、しかもその仲間ってのは拘束感がないんですよ。必要な時だけそのグループの中にポコンとね、グループ参加して LINE の発信とかして、そして反応があるかもしれないしないかもしれないという緩い関係なんですよね。だからなんか本当仲間というか一つのパーティーというかね、本当感覚的にはすごくいい。義務もないし、なんかツーリングやるぞって言ってもね、別に行けませんっていう許可もいらないし、現場に行くまで誰が来るかわからないと。で、現場に行って誰も来なくても仮に一人ツーリングも全然楽しいみたいなね、まあこのね、緩やかなグルーピング拘束感がないチームっていうのが本当にこれからの時代とっても合ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、振り返ってみると億万長者合宿吉谷さんとはねやってますけども、ここにも何のルールも拘束感も契約もないんですよ。でもお金だけ生まれるんですよ。で、こういう世界がインターネットの世界にはあるということで、今回は以上ですね。いやでもね、吉谷さん、あと投資ってのはね、確かにお金かかっちゃうんですよね。お金かかるんですけども、私の感覚だとね、マイナス3000万までは取り戻せる金額なんですよ。だから仮に今私が一文なしでね、投資に30万いりますよって言っても、はいどうぞって払うと思うんですよ。そのね、30万50万のマイナスはすでにもうダメージじゃないですね、私にとってみたら。で、リスクってほどでもないです、その金額は。100万円を超えるとちょっとね、固めつぶって痛えなってなりますけども、知名度にはなんないですね。まあそこまで来たかなと思いますね。だからね、本当にね、かすり傷の概念っていろいろあると思うんですけども、私の場合はね、骨折して首からね、こう包帯こうやって腕をつってもかすり傷ですっていう感じですね。もうこっちの間手でたくさんのパフォーマンスが出せるみたいな感覚ですね。で、投資に関しては私もね、大きなダメージを負うことが考えられないですね、今ね。そもそも投資金額がすごく極小なのに、高い投資利回りを狙うようなリスクリワードになってますから、もうね、マイナスを食らってもどうってことないかなと。プラスになったらすごく美味しいなと。損傷利大をやってるかなってことですね。で、今回ね、ビットコイン大暴落してるんですよ。すごい暴落しました。100万円ぐらい値段が下がったんですよ。でもその100万円の値下がりすら、あ、ここで大きく利確が起きて、そして損切りに巻き込まれて暴落するよと、これ高値掴みだよっていう風なね、やっぱこう予感がしましてね、いろんな情報から、そして判断してこれ暴落時だと思ったんで、動画上げたら本当に暴落しましてね、なんかここまで当たるようになったかと、自信を持ってね放送できるという方で、 FX も同じなんですけども、 FX もここで転換するよって言ったら昨日転換しましてね、いやーここまで来たかと思いましたね。かなり投資も得意になってきました。でもなんかね、なんでね、投資までできるようになったのか、はっきり言ってよくわかんないんですよね。基礎を徹底的に抑えたぐらいは抑えたんですけども、なんか勘が働くんですよね。値動きとか、チャートとか、ある情報を見た時にね、こう考えたらいいんじゃないかなっていう感じで、パパッとひらめくんですよ。で、それを放送してみると、あ、すごい、予言みたいだ、みたいな、ね、ことになってね。すごいですね。ひらめかないときは理論とか理屈でこう話していくんですけどね、ひらめいたときっていうのは、あれ、根拠がうまく説明できないけどおそらくこうなるぞ、しかも本当にそうなるのみたいなことを私は言うんですよ。そしたら結果的にそうなるんですよね。ビットコインなんてね、誰もが疑わないようなね、上昇曲線を迎えてたんですけども、落ちた後はいろいろ言うんですよ。なんかね、こんな事件があった、エルサルバドルがどうだ、法定通貨がどうだとか、ここで大きなクジラが動いたとか言うんですよ、落ちたと。でも落ちる前にここ高値掴みだから危ないと、値下がりするぞみたいなこと言ってね、本当にそうなるっていうのはなかなかないと思うんでね、私もね、自分ながらこういう人っているんだなと思いましたね。じゃあ行ってらっしゃい。